ハードディフェンダーアルバルク5シーズン目の生え抜き小坂部大輝、リーグ7位のスリーポイント成功率、オールラウンダーのメインデル、こちらです。仙台は藤田弘樹ヘッドコーチです。今日のゲームについてはディフェンスの強度を落とさないことと大堀対決、ラショーン・トーマスになんとか通るか、奪った東京グダイティス、イージーバスケット、そしてテーブスです。ここに青木つきますが、かわしてテーブス、バウンスパス、最後はサイズ、力のディフェンス嫌がってますよね。はい、スパス、安藤のスリー来ました。前節ゲーム1で18得点、東京ボール残り 3.2 秒です。シュートまでいけるかどうか、テーブスかい、どうだ、来ました、これがテーブス、ここぞの一本、阿部、ただここボール手につきませんでした。ターンオーバー、サイズ、サイズの突進、ファウルありました、エンドワン。メインデルとのマッチアップ、強さがあるぞトーマス、決まりました、ファウルはエンドワン、バスケットカウント、ションでした。そして阿部に得点が来るかどうか、ブース、ミッドレンジ得意ゾーン来ました。仙台のブースターさんも慣れてきましたよね、はい、こういう中で勝負どころ分かってきてますよね、はい、うん、ただいいシュートですよ、はい、テーブスです。テーブスからおーノールックでサイズ、スピンムーブ外に出したテーブス、技があるスリーポイント射抜くか、来ました、タイムアウト仙台。その後このテーブスのスリー、今度は仙台がタイムアウトを取ります。駆け引きをしてたと思います。トーマスミッドレンジから、非常にこの辺りは今日決まっているという仙台。さあ残り2分です。ヤンジミン、ブースのスリーポイントが来ました、東京タイムアウト。トーマス、キャプテン青木空いている中、トーマスの強さ、落としたスクリーン、ピックアンドロール中に入れたサイズ、ワンハンド、今ねピックアンドロールのところゲルン選手がね、はい、やはり対応として出てくる。仙台後半食らいつきました、接戦に持ち込みました、アルバルクの背中も見えていました。